フィッツナーフライヤー操縦メカニズムフィッツナーフライヤーはアメリカが衆国で1910年に1月に飛行試験が行われた単用機である。アメリカが衆国で作られた最初の単用機であった。1909年にアレキサンダー・フィッツナーによって設計され、フィッツナーの雇われていたニューヨーク・ハモンズポートのカーチスの工場で製作された。飛行は成功せず、 失望したフィツナーは1910年7月12日に自殺したとされている。太陽機であっただけでなく多くの新規な機構が取り入れられていた。横方向の操縦を行うために、ステアリングホイールによって補助的な翼を水平に移動させて、左右の翼面積を変化させる方法をとり、パイロットの後ろにエンジンとプロペラを置く、プッシャー構造を採用した。 ライト兄弟が動力飛行に成功し、航空機に関する多くの特許を取得し、他の航空製造者を特許侵害で法廷に訴えたため、特許に触れない方法の開発が熱心に行われた。フィツナーは、ライト兄弟の翼をねじって、操縦を行う特許を逃れるために、補助的な翼を左右に移動させ、左右の翼の面積を変えることによって、 横方向の操縦を行うというアイデアであった。このアイデアはニューヨークタイムズにも報じられ、フィツナーは使用を希望する者はこのアイデアを無料で訴えられることなく使うことができると表明した。フィツナーはエンジン設計者としてグレン・カーチスのハモンズポート工場で働いていたが、フィツナーフライヤーの設計は個人で行い、カーチスの工場で組み立てられた。 単純な長方形のカゴ型のメインフレームに主翼とエンジンが取り付けられ、ビームで支えられた前後翼と車輪が取り付けられた。構造図をフライトガロブルアーカイブのサイトで見ることができる。フレームの上部に流線型に成形された2つの容量22.7リットルの燃料タンクが取り付けられた。操縦の機構図を渦に示す。 1910年1月初め、初期のテストを、飛行経験の少ないフィツナー自身が言った。雪が少し積もった、飛行場で何度も、短時間の離陸を行ったと報じられた。1910年7月に、フィツナーが行方不明になると、ホーレスカーンがフィツナーフライヤーを入手し、8月の、ボストンなどで開かれた航空ミーティングで展示された。ありがとうございます。